今日は大好きな焼き鳥を食べにトリヘイレストランに来ています。場所はウェスタンとカーソンのコーナーにあるイーストプラザ内です。三ツ輪マーケットからは歩いて3分のところにあり、その他はカラオケ屋さんや日本のビデオレンタルショップなどで大勢の日本人客でにぎわっています。それでは行ってみたいと思います。楽しみ。ではこのように自分が食べたいものに数を入れていきます。すいません、はい、おすすめメニューを教えていただけますか？おすすめはやっぱり鶏のもも肉ですね。すごいジューシーで美味しいのでおすすめします。あ、そうですか、はい、そしたらじゃあ定番メニューでお願いいたします、はい、じゃあこちら1本でよろしいですか？はい、はい、こんなにたくさん、すごいボリュームですね。失礼します。お待たせしました、鶏のもも肉になります。どうぞ。あ、すっごい大きいですね。さすが備長炭で焼いてるだけあって中がジューシーです。こちらがこのボリュームで1本1ドル80セントになってます。当店おすすめの一品です。つくねも本当大きいですね。手間暇かけて作った自家製つくねに長い歴史を持った秘伝のタレをつけて焼き上げたつくねは最高なんです。口の中で溶け出した大根とだし汁の旨みは絶妙です。熱々のうちにお召し上がりください。仕上げたトロトロの卵にイクラのプチプチの食感は一度食べたらやみつきです。ごま油とひんやり冷えたきゅうりとトマトの相性はぴったりで大人気メニューの一つです。アメリカ人のお客様にもこの味は忘れられないようで、わざわざこれを食べに来てくれる方もいます。店内は大正ロマンをイメージしたおしゃれな雰囲気です。問わず多くの方々から支持をいただいております。最後はやっぱりデザートですよね。こちらは私の大好きな杏仁豆腐です。美味しい。甘さが控えめでできていてとっても食べやすいです。これなら甘いのが苦手って人にもおすすめできますね。今日はたくさん美味しいものをいただきました。本当に美味しかった。今度は友達と来ようと思います。ご来店の際は予約を入れることをおすすめします。 I recommend to make a reservation when you come to Tolihei. Enjoy!